これで必要なものはほとんど買えたかな。君も一緒に確認してくれる？え、バレオちゃん？あ、本当だ。ドラッグストアの前で何してるんだろう。バレオちゃん。あ、マリナさん。こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。こんにちは。なんだか悩んでたみたいだけど、どうしたの？実は日焼け止めを選んでいたのですが、種類が多くてどれにしようか決められなくて。しかもチュチュ様にお使いいただくとなれば、中途半端なものは選べませんし。そうなんだ。チュチュちゃん、近いうちにどこか出かける用事があるの？そういうわけではありませんが、先日ラスの皆さんと屋外プールに行ったんです。その際チュチュ様が日焼けをしてしまって、主人であるチュチュ様に痛い思いをさせてしまうなんて、キーボードメイド失格です。ですから次こそはチュチュ様のお肌を完璧に守らなくてはと思いまして。そうだったんだ。それならこの日焼け止めがおすすめかも。私が前に使ってたやつなんだけど、塗り直しが少なくて済むし伸びもいいんだ。なるほど。こちらの商品の SPF は50+、 PA は確かに。これならチュチュ様のお肌をしっかり守ることができそうです。悩んでいましたがこちらにします。おすすめを教えてくださってありがとうございました。どういたしまして。そういえばプールはどうだったの？楽しかった？はい。友達と常夏パークのようなテーマパークに行ったことがなかったので、とても楽しかったです。へえ、そうなんだ。私てっきりパレオちゃんはテーマパークとか好きなんだと思ってたよ。実は初めてだったんです。だからついはしゃいでしまって、さすがのパレオも帰宅後はぐったりでした。そんなに楽しかったんだ。またラスのみんなで遊びに行けるといいね。はい。その時はまたお話を聞いてくださいね。もちろんだよ。ありがとうございます。それではパレオはさらなる日焼けグッズを求めて旅立ちますので、これにて失礼いたします。え、他にも何か買うの？はい。日焼け止めだけでは万全とは言えませんから、麦わら帽子にフェイスカバー、サングラスにアームカバー、それに日傘も必要です。そんなにたくさん？それって全部チュチュちゃんのためのものなんだよね。当然です。チュチュ様のお肌を守るのはキーボードメイドであるパレオの役目ですから。